回ご紹介するのは生地のシャツについてご紹介したいと思います、はい、早速千秋さんも今日定番のシャツを着ていただいて、一番気に入ってるシャツです、はい、早速ちょっとコレクションラインと千秋さん着ていただいてるこのベーシックラインの違いについてご紹介したいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、はい、こちらは今生地で大人気のコレクションラインの製品染めのシャツになります、はい、こちらは、まあ、コレクションラインということもあって割とデザイン重視で作ってるんですけれども、ちょっとやっぱりゆったりめに作っています、はい、まあ、身幅も大きいですし、それからこの袖幅もかなり大きくしています。全体的に割とゆったりとしたシルエットになっているのが、はい、まあ、特徴になります。で、千秋さん今着ていただいているのは生地の本当に定番の、ね、はい、シャツなんですけれども、まあ、こちらは割と、まあ、定番ということもあってスリムな作りになっています、はい、千秋さんちなみに身長と体重は、170の70キロです。ありがとうございます、はい、でこれは3サイズですね。3サイズ L のサイズを着ています、はい、ありがとうございます。でこのくらい感じですね、はいはい、ちなみにこの定番の形は今着ていただいているこのボタンダウン、はい、これはオックスフォードの素材なんですけれども、あとはこちらのタイプライターですね。タイプライターのタイプ、それからこちらの麻素材のタイプ、3種類を、はいはい、作っています。結構まあ千秋さん見ていただくと分かるんですけれども、こちらと比べて袖の部分もかなりスリムな作りになっています、はい、着心地はいかがですか。あの、まあ、スリムというよりも本当レギュラーですね。あのそんなにこうタイトではないんで、一番あの人間の体に対してのゆとりを、一番基本的なゆとりを持ったサイズなんで、まあ、これが本当にベーシックなサイズだと思いますね。ちなみに千秋さんだったら、はい、まあ、今3を着ていただいているとおっしゃってましたけど、はいはい、こちらのコレクションラインを買うときは何サイズ？やっぱり3ですね。3にします、ね、あのそれはあの同じ3のサイズでもサイズ感がちょっと違うので、それを楽しむためにあえて、コレクションラインの小さいサイズを着るのは意味がないんで、あの同じ3サイズで、こちらはどちらかジャストフィットで、こちらのコレクションの3サイズですとちょっとゆったりリラックスできる気持ちを味わえるので、同じ3サイズ買いますね。ちなみに今日は生地のパンツを履いていただいてますけれども、はい、今着ていただいている定番のボタンダウンの場合のおすすめのパンツコーディネートなどありますか。そうですね、まあ、これはあのウールのパンツで、あのどちらかというとあのオンでもオフでも着用できるものなんで、特にこのレギュラーサイズとか、まあ、スリムという表現もありますけども、シャツはもう本当に体にジャストフィットっていうものなんで、まあ、これを着てると、あ、サイズぴったりサイズ着てますねって言われる。でこちらを着ると多分ちょっと大きいんじゃないのと言われるんですけども、これが実は私のサイズなんですって言えるものなんですね。でその違いは何かというと、これは決められたサイズで、これは自分でサイズを決める。まあ、あの世の中働き方改革とかで、これはどちらかというとちょっと変な表現ですけど、定時に行って定時に帰ってくる仕方で、これはリモートでもう家で例えば仕事している、カジュアルリラックス両方兼ねられるシャツがこちらなんで、私はあの会社に出勤するときはこちらを着てって、家でリモートで働くときは多分こちらを着ます。まあ、そういう着分け方ができるものが僕はあの生地の良さだと思うんで、それを楽しみたいと思いますね。素敵ですね。はい、ありがとうございます。で最後に、はい、千秋さん流のシャツの選び方、これを教えていただきたいと思います。ね、もうなんと言っても第一に素材ですね。まあ、これはあのやっぱり綿100にこだわりたい。まあ麻もあるんですけど、やっぱり綿のこう薄手のものというかしっかりした生地のものと、2番目にやっぱり作りなんですね。他のものはいろんなこう裏地がつけたりなんかするので、シャツは本当に生地そのものなんで、作りあとは、巻き縫いって言ってですね、こう縫い代をこうかぶして、あの普通
簡単っていうか安いものはロックっていうので端がこう出ちゃうんですけども、絶対こう肌に触るところに縫って端が出ないように、生地のシャツっていうのは全部巻き縫いつってこう縫い代をなんかかぶせてるんですね。ですから僕はやっぱりシャツ買うときはまず素材と作りですね。それはもう完全にこう変えてるのが生地のシャツだと思います。ぜひ皆さんも購入の参考にしてみてください。お願いします。ありがとうございます。